皆さんこんにちは、クラブバニラ、オーナー役のですね、木月を演じさせていただきます高見博之です。今リハーサルはですね、結構もうトントンともう2幕の多分ね10巻ぐらいまで起きてると思うんですが、いい感じでやっぱりね、若い役になるのでホストの方たちはもうすごいエネルギッシュで、ね、口説きたいなんかのね、セリフなんかももうアドリブなんかもすごい、ね、上手で、俺も思わず見てて笑っちゃうぐらいなんで、本当に、僕が所属しているクラブバニラとですね、あと今日は本当に関西で、クラブビニットの皆さんが来ていてですね、結構もう絡みながらやっているんで、これはなんか本当に本番に向けてもうクラブバニラとクラブビビットバトルを繰り広げながらですね、本当になんかこう笑いあり涙あり元気印ありですね、結構すごい面白い見応えのある舞台になると思いますので、ぜひ皆さん本番まで楽しみにしてください。ぜひ皆さん毎日見に来てください。待ってます。